金沢学院短期大学はこちらをご覧ください。ここでは学科コースについて紹介されています。金沢学院短期大学では2018年4月幼児教育学科が開設されます。これにより3学科3コース体制となり、将来の選択肢がぐんと広がりますよ。幼児教育学科では幼稚園教諭2種免許証と保育士資格を取得し、幼稚園や保育所の先生を目指します。食物栄養学科は栄養士資格や栄養教諭2種免許証を取得して、病院や学校、高齢者介護施設や行政機関などで食と栄養のスペシャリストとして活躍できます。また現代教養学科には公務員、一般事務、観光、ホテル、ファッション、ICT、簿記、会計の3コースが設置されていますが、コース選択は入学後ですから、3コースの様々な授業を履修しながら自分の進路を見つけることができるんです。さらに卒業後の進路は就職だけではないですよ。もっと専門的に学びたいという人には金沢学院大学3年次編入の道も開けています。大学選びに迷っている人は金沢学院短期大学の学びについてチェックしてくださいね。進路決定のヒントがあるのではないでしょうか。